パリの歴史軸、パリの歴史軸、歴史軸とは、フランスの首都パリの中心部から西部にかけて、歴史的建築物、記念碑、道路などが一直線上に並んでいる部分を指す。この直線を外線路、王の道などと呼ぶこともある。この直線はもともと、チュイルリー宮殿とその庭園、現チュイルリー庭園の中心軸であり、後に東西に延長された。 東はルーブル美術館中庭のカルーゼル外線門から西はラデファンス地区のグランダル州まで約八キロメートルに及ぶ。歴史軸の東端はルーブル美術館の中庭はカルーゼル広場に位置するカルーゼル外線門とするのが一般的である。ルーブル美術館自体は北側のリシュリュー翼こそ軸とほぼ平行になっているもの、東側の旧ルーブル宮殿の方形群や 中には、ナポレオン広場のピラミッドは軸に対して、やや傾いている。ルーブルの西には、チュイルリー庭園が位置する。この庭園は軸を挟んで、左右対称な形をしており、中心軸上に噴水と池がある。庭園の生誕には軸を挟んで対称な位置の、テラス上に、オランジュリー術館とジュドポーム国立ギャラリーが建っている。チュイルリー庭園の西は、 コンコルド広場である。広場の中央にはオベリスクが建てられており、軸を挟んで対象な位置に2つの噴水がある。また、広場からは軸に直行するように南北に2つの道路が出ており、北はマドレーヌ寺院、南はコンコルド橋を経て、ブルボン宮殿、国民議会議事堂に至る。コンコルド広場の西はシャンゼリゼ通りを経て、シャルルドゴール広場、 旧正エトワール広場に至る。広場の中心にエトワール外線門があり、広場からは十二本の道路が放射状に広がっている。その西はグランダルメ大陸軍通りとなり、パリ市の市境でブローニュの森の入り口でもあるポルトマン用に至る。ここでは広場の北にパレデコングレドパリがある。さらに西では通りの名はシャルルド・ゴール通りとなり、 ヌイ橋でセーヌ川を渡って、ラデファンス地区に入る。ラデファンスでは、軸上には、建物は建てられておらず、地下は、鉄道線路、地上は、自動車道路、その上の人工地盤が、歩行者専用道路となっている。地区の西端に、グランダル州が建っている。なお、グランダル州の向きは、軸に対してわずかに、約6度傾いている。これは、 地下の線路や道路を避けるためであるが、地理学者、ジョールルョは、グランダルシュルーブルの角度のズレ同じであり、これによって、歴史軸の両端が完結したと評している。軸の地下を、コンコルド広場からラデファンスまで、メトロ1号線が、またシャルルドゴール広場からラデファンスまでラーの A 線が、通っている。セーヌ川の北岸には中世以来の要塞があり、14世紀頃からは、 改造されて、王宮となった。これが、ルーブル宮殿である。宮殿は、歴代の王たちによって増改築されたが、16世紀には、手狭となっていた。そこで1563年から王母、カトリーヌ・ド・メディシスによって、ルーブルの西約500メートルの城壁外に、チュイルリー宮殿の建設が始められた。 宮殿の西には幅300メートル、奥行き500メートルほどの庭園が設けられた。17世紀後半のルイ14世の時代、財務総監ジャンイコール、バティスト・コルベールは造園家、アンドレル・ノートルに、チュイルリー庭園の改造を命じ、庭園は宮殿の軸を中心に、左右の対称性を強調した形改められた。また庭園から西へは、 中心軸を延長する形で並木道が設けられた。これは当初チュイルリー通りと名付けられていたが、1709年にシャンゼリーゼと解消された。1724年には通りは、シャイオヨーノ丘、ゲンシャルルドゴール広場までへ延長された。チュイルリー宮殿が建てられてから間もなく、チュイルリーと東のルーブル宮殿を建物で繋ぎ、一体の宮殿としようとする構想が持ち上がった。 アンリ世は1608年、両宮殿の南側をセーヌ川沿いに繋ぐ廊下、水辺のガルリーを完成させた。後の王や皇帝は両宮殿の北側も建物で繋ぎ、間を中庭として大きな宮殿にしようと試みた。これらの計画では、両宮殿の角度のずれを目立たなくするため、南北に横断棟を設けるなど様々な工夫が施されていた。しかし、 両宮殿の連結が実現するのは第二帝政時代まで待たなければならなかった。建設が進まなかったのは両宮殿の間はすでに多くの建物があり、当時は土地の強制収容に関する法律もなかったので、これらを買収するには多くの時間と費用がかかったためである。また、ルイ14世以降の王はベルサイユ宮殿に住んだためパリの宮殿に対する関心が低く、 フランス革命以後の政権はいずれも短命で長期的な計画を遂行することができなかった。1753年、ルイ15世はチュイルリー庭園とシャンゼリーゼの間の停止地に広場を作ることを計画し、1755年には建築家ガブリエルによる設計が完了する。1763年にはこの広場にルイ15世の銅像が設置された。広場は 当初、類十五世広場と呼ばれ、後に革命広場、さらにコンコルド広場と名を変えた。広場を通りチュールリー・シャンゼリゼの軸に直行する方向には、マドレーヌ寺院、1764年からセーヌ川の、ルイ16世教、1791年、現コンコルド教に至る直行軸が形成された。一方、1770年からは、 シャンゼリゼの波軌道がさらに西へ伸ばされ、1772年には、ヌイーニセーヌ川を渡る石像の橋が架けられた。この時シャイ陽の丘は、シャンゼリゼの勾配を緩和するため5メートルほど削られている。またヌイー橋の対岸のシャントコックの丘には、シャイ陽の丘とタイになる広場が作られた。これが、後のラデファンスである。第一帝世紀から、復興制。 7月大世紀には、軸上に多くの記念碑的建造物が設けられた。ナポレオン・ボナパルトは1800年、現在のルーブル美術館の中にはに位置するカルーゼル広場を拡張し、ここに1806年から1808年にかけて、イタリアでの勝利を記念する外線門、カルーゼル外線門建てた。また、斎用の丘でも1806年からエトワール。 外線門の建設が始められたが、これはナポレオン存命中には完成せず、7月王政下の1836年にようやく完成した。7月王政期には建築家、ジャック・イニャス・イトルフの設計により、コンコルド広場の整備が行われた。1831年には、エジプトのムハンマド・アリーから寄贈された、ルクソール神殿のオベリスクが、場中央に設置された。 リトルフは続いて、シャンゼリゼの整備も担当し、通り沿いに、劇場、レストラン、カフェなどが建てられた。第二帝世紀には、セーヌ県知事ジョルジオスマンによって、大規模なパリ改造が行われた。この時、エトワール街専門の周囲に、エトワール広場、ゲンシャルルド・ゴール広場が設けられ、広場を中心に、シャンゼリゼをはじめ12本の道路が、放射状に設けられた。 当初設計を担当したのはイトルフだが、オスマンはイトルフと対立して、設計に介入した。パリ改造では、チュイルリー、ルーブルの北を通り歴史軸とほぼ平行に走る、リボリ通りが東へ延長され、東西の主要道路として位置づけられた。ルーブル宮殿の東では、ルーブルの中心軸に生体する形で首労が建てられたが、皇帝ナポレオン三世はこの首労が、 チュイルリー宮殿からルーブル越しに見えてしまうと、両宮殿の軸が揃っていないこと目立ってしまうとして、高さを当初の設計より低く抑えさせた。また17世紀から進められていたルーブル、チュイルリーの連結が1856年にようやく完成した。パリコミューン末期の1871年5月23日夜、チュイルリー宮殿など、 パリ市内の多くの公共建築物が何者かに放火され、宮殿は全焼した。第三共和制が安定してくると、チュイルリー宮殿を再建する案が持ち上がった。オスマンは、議会でカルーゼル外線門は、エトワール外線門からの軸を受け止めるには小さすぎ、ルーブルに対して傾いて見える。この場所に大きな建物が必要だ。と述べている。しかし、 結局、宮殿が再建されることはなかった。第一次世界大戦後、エトワール外戦門に無名戦士の墓が設けられ、シャンゼリゼがパレードなど国家的行事の舞台となった。ラデファンス地区では1950年代からオフィスビルの建設が始められ、1970年代には、軸上に鉄道、自動車道路、歩行者道路の3層の交通路が完成する。 生誕には、フランスはミッテラン大統領の主導で、フランス革命200年を記念したグランダルシュが建設され、1990年に完成した。軸の東端のルーブルでも、革命200年を記念して、ミッテラン政権下で大改造が行われ、1989年に、イオ民兵の設計による中庭ナポレオン広場のピラミッドが完成した。 軸線を強調するのは17世紀以降のフランス式庭園の特徴である。また、オスマンのパリ改造では、軸線と記念碑的建造物を強調した道路整備が行われ、以後の都市計画にも引き継がれている。このため、パリには歴史軸の他にも以下のような様々な軸が存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。